所懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。組隊、いかけよ。やり川を守れ。クロード様に続け。一人は通すな。猛虎を通すな。猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは、魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。私も行くよ。ならん、鷹を見ていろ。まずは敵陣をすり抜け、投石機を壊さねば。天敵もしそう。いや、
まず一つ。壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。あれは百古城の手抜き。館のそばに来るぞ。かってこい。現れたか。己の首で恩賞をいただく。我が名は酒井仁。島を荒らす遺敵に天誅を与える者。己の地で畑を潤わせ。黙れ手向け。己が得るのは六文銭だ。知れ事。調子に乗るなよ。すぐに津島を去れば情けをかけてやる。槍川を焼き尽くす。切り刻んだと誇っておったら、それもここまでだ。見ておけ。引け。なら、ここが墓場だ。
ヤリカワの収容、一人として猛虎を生きて返すな。一人も逃すな。ヤリカワを守れ。ヤリカワを守れ。逃してないぞ。情け無用。叩き切れ。髪を取れ。姉さん、町は守った。次は志村殿に加勢し対馬を守ろう。私らは侍じゃない。誰が猛虎を退けた。あの兵器に立ち向かったのは、槍川を守ったのは誰だ。俺たちだ。あんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会。たとえ侍でなくともお主らは戦える。我らで異敵を打ち払い故郷を救おう。お主らも立ち上がれ。